そうね、そうなんだよ。あの別に大会目指してないんで、カジュアルに遊んでいいんですけど。いや、わかった。ストリートファイター6をどうやって配信していくのかっていうのがわかりましたわ。めっちゃ練習、もうとにかく手を動かす練習をする、もう喋りながらみたいなやつでもありだし、無難くまで頑張ってもいいし、人と遊ぶのが良さそうですね。ちょっとやってみようだけど、でもやっぱさ、このなんか、なんだろう、バトルのゲームだから、めっちゃ、あの、熱くなる人が出てくるっていうのが分かった。それは小百合がランクマに行ったのもあるのかもしれないね。楽しいですわ。楽しい。けどちょっと今日は泣きそうになっちゃった。初心者に優しい世界でありますように、世界が、と祈りながら今日は締めたいと思います。優しいコメントだけしてくださいの固定コメントはあまり聞かなかったですね。昨日はすごい楽しかったんですよね。もうなんか2日目になるとすごいハードルが上がるんだなっていうのが分かったんで、練習したりとか、そのなんていうの、コンボとか、キャラ選ぼうぐらいの気持ちだったんですけど、キャラ選ぼうみたいな感じやるとあれなんだなってなりました。ごめん、ちょっと今あんまり、メンタルが強くない時期なんで。ごめん、ありがとう。でもね、すごい楽しく、優しい言葉で応援してくれてたみんなによって、楽しくなりました。ありがとう。強すぎるコメント書いてた人は随時ブロックさせていただいてるので、安心してください。はい。自衛とね、みんなも守りたいから、概要欄に書いてある、約束を守れてない人は、もう端からすべてブロックしていくので安心してください。どうしたらなんかうまいことやっていけるかなっていうのを考えてたけど、配信終えてから考える。小よりも聞くから良くないのかな。やるからにはさ、上手くなりたいなって思うんだけど、その上手くなりたいのベクトルがすごい上手くなりたいみたいな感じに聞こえてしまうんだろうな。ここからちょっと上手くなるには何をすればいいんだろうに対してのがさ、動画見て勉強しろ、いや今できないからそれみたいな、コーチつけよう、いやコーチつけるようなそんなんじゃないから、何をしようとしてんだいみたいな感じだからさ、そのなんかレベルが多分こうちぐはぐになっちゃったんだろうね、おそらくね。楽しんでやっていきたいですね。わちゃわちゃやりたいね、わちゃわちゃね。なんか普通に遊びたいね。普通に遊べたらいいなぁと思いましたね。いやでも小百合も教えてって言っちゃったからね。まあそこはごめんだったわ。少しずつね、分かっていけたらいいなぁと思っています。復元何にも知らない人の方がむしろ楽しめそうやな、今の配信。そうさ、知ってると逆に、あそこはとか、うおーみたいな、なるんやろなと思って、なんかそうなってないといいなって思う。ちょっとごめん、小百合なんで、白衣小百合なんで、よろしくお願いしますって感じやな。そこら辺はうまいプレイは求めないでください、小百合に。ありがとう。ごめんね、読み中にごめんね。ありがとうね、すごい元気もらいました。ありがとう。